脳の構造が作られる繊細な時期に悪い影響を受けると学習や行動そして心身の健康に影響が出る可能性があることがスストレス生物学の研究から分からっています3歳から5歳くらいの頃に私たちが与え子どもたちが遭遇するさまざまな経験はその後の人生の足がかりとなり 完璧な将来を保証するものではありませんが、いわば保険のような意味を持つと言えます。いくつかの経験は、遅くなってからよりも早い時期に経験することがより重要です。だからこそ最初の3年から5年の間に、投資すべきなのです。長引くストレスは脳の構造を変えてしまいます。 こちらをご覧ください。コミュニケーションを取るのに重要な、子どもたちが周囲の世界に反応する能力に関わる神経細胞の構造に変化が見られています。こちらが典型的な前頭前野のニューロンです。こちらは発達期に持続的なストレスにさらされたニューロンです。このようになってしまいます。有害ストレスはニューロンの連結を減らすという構造の変化を起こすのです。 生物学的な影響は薬物やアルコール依存のリスクだけではありませんうつ病のリスクもありますすでにご存知かもしれませんが若年での心臓血管系のの病気のリスクもありますそれはドアがバタンと閉じられて二度と後戻りできないような状況ではありませんがあなたがその子を通常の発達過程に戻そうとした時に。 早いうちから正しい経験をさせていればドアを優しく開けてあげることができたのに手遅れになると何千キロもの重いドアをこじ開けるような事態になってしまうということですまた経験が脳にどのように影響するかが分かったので私たちは次の2つのことができます一つは通常の発達から外れてしまいそうな子供をできるだけ早く見つけること二つ目は脳の特定の回路に焦点を絞った介入方法を開発することです 時期も重要です子どもたちが深刻なネグレクトを経験していた時期によっては介入や充実した支援が必要になりますがそれが最も効果を発揮するためにはある一定の期間に実施されなければなりません。 子どもたちに肯定的な経験を与えるための最も重要な要素は子どもたちのそばにいて脳が意欲的に学習するのを助けたり脳の発達をサポートするような応答性のある大人または大人たちの存在です最もリスクの高い子どもたちをできるだけ早く見つけるためには出生前から考えなければいけませんが。 出生後の乳幼児期の介入に焦点を絞って考えると我々が質的な面でランク付けを行い優秀なスタッフを確保するための援助を行うデイケアシステムを開発しそれは安くはありませんが。 そういったシステムをスタートさせ、優れたシステムを早期から発動させて、最もリスクの高い子どもたちをケアすることができれば、高い出資に見合った大きな効果が得られるはずです。そして経験がどのように脳に刻まれるかを忘れずにいれば、私たちは子どもたちをもっと成功させ、幸せで生産的な社会の一員にすることができるでしょう。